奄美大島片耳豚ミブタは、鹿児島県奄美大島に伝わる、豚の妖怪。奄美の民族研究家、めぐみ原よしもりの著書、奄美怪海南に記述がある。名前通り片耳のない豚の姿をしており、人間がこれに、股の下をくぐられると魂を抜かれて死んでしまい、かろうじて命が助かったとしても、正気を損傷して一生ふぬけになってしまうという。 沖縄のマジムンに似た伝承がある。現れる場所は一定しており、中でも名瀬市の市役所付近が最も知られ、他にも長田川など二三箇所の出没地があったという。ウサギのように飛び跳ね、ウサギのように素早く動くために捉えることはできず、濃いクレゾールのような、オスのヤギの強い匂いのような嫌な匂いがするという。他にも、両耳のない豚の姿をした。 耳なし豚が伝えられており、同様に人間の股をくぐって魂を抜き去るという。また、奄美出身の民族学者、田畑秀勝の著書、奄美物語にも、徳之島アヌノむくめへの、目が一つしかない無一ごろの記述があり、同様に股をくぐられると死ぬと言われる妖怪とされる。これらの妖怪は、目や耳など体の一部が欠損した豚の姿という、外見が特徴とされる。 また、なぜか、光を当てても影ができないので、これにより普通の豚と区別することができる。もし出会ってしまった場合、とっさに両足を交差させて、これを避けると良いと言い,い、穴の木目で向いてちごろが現れると言われた場所では、股をくぐられないように両足を交差しながら歩いたと言う。また、この種の妖怪は、女性の一人歩きか二人連れの前によく現れたとも、言われる。 ありがとうございます。